はい、皆様こんにちは。昼休み広報課のお時間がやってまいりました。石田クリーニング広報課の宮谷雄介、ステップ宮谷と言います。よろしくお願いします。さて今日はですね、広報課内でいろいろと日々起こる昼休みのドラマをですねお送りしたいなと思うんですけど、そんなないかないですね。今日はですね、我らが小川さんが、ミキサー小川さんがですね、ちょっと大学の方に行ってですね、子どもたちに向けて授業を行っているということなので、今日は欠席なんですけども、今日はですね、常務と2人で、メロディー西田さんと一緒にですね、いろいろとお届けできたらなと思ってるんですけども、誰がメロディー西田よ、なかなかこっち来ないですね全然来ないな。はい、ということで、僕らも今からお昼ご飯を食べながら、お邪魔します。あ、どうもどうもどうも、お邪魔します。お疲れ様でございます。あ、お邪魔します。どうもメロディー西田ですなんなんなんのメロディー西田、ちょいちょい挟んでいこうかな。そうそうね、はい、やれやれ、やれやれでございます。やれやれですね、本当。やれやれと言ったらもう金曜日でございますよ。早いね。早いですよ、1週間が。めちゃめちゃ早い、本当。もう東京オリンピックももう1週間経過したということでね、毎日こう日々熱戦が繰り広げられてますけども。すごいね、すごいですよ、ね、柔道のウルフ・アロン選手かっこよかったっすね、最後のウルフタイム。あ、ウルフタイム、ウルフタイムね、すごい。あれはすごかったな、やっぱね。うん、今回多分初めてこう見られる方もいるかもしれないし、柔道好きの人はね、世界柔道とかでいろいろ見てる方も多いとは思うんですけど、ですね、ゴールデンスコア、ゴールデンスコア、ね、要は延長戦ですよね、もう先にどっちかにポイントが入ったらもう勝敗が決まるって、あれ潔いですよね。潔いしドキドキするよね。だから仕掛けた時に逆に返されてもいかんから、とかっていろいろ考えながらやるんでしょうね。ほんまに一瞬だもんね。で、気づいたらもう12分とかね、もう、えらい、あれすごくない？ 3 試合分ぐらいね。だって10分、4分でもまあまあよ。で、それをその倍以上やったりするわけじゃん、ゴールデンスコアでね。あれ、何やったら、阿部一二三のやつなんかって言ったら、何？ 20 何分じゃなかった？じゃあ今回じゃなくて、その前のその死闘を繰り広げた時、予選の時やったかな、予選じゃなくて。めっちゃしんどいんでしょ？めっちゃしんどいところじゃない、もう気狂うやろ。でしょうね、もう腕も多分ここら辺も握力とか。いや、もう握力なんかもうね。いやからもう気合と根性ってそういうことなんやろうな。一回ちょっとももかと20分ぐらい戦ってみたら。いや無理です、多分僕30秒で負ける自信あります。いやいや負けたらいかんねえか、20分やらないかんねえ耐えないかってことでしょ。とにかく20分やらないか、警告もらって速攻で終わりますわ。ほんまやで、これもう何があかんっつってね、最初3人やったんよ、喋、はい、り出したらな、1人になっちゃうそれじゃないかな、もうかなんなるほどね、やっぱりあれか、ミキサーがいる、ミキサーはいるんかな。ミキサーの力が必要なのかもしれない。そう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 。あれ飲み物持ってきたん？あ、お茶入れましょうか。いやいいで、入れる？あ、僕はもうこれで大丈夫です。ええの？はい。そうなんですよ。やっぱりミキサー側は持ってるんですよ。ミキサー側は持っとるね、持ってるわ。そうなんよ。あの人の平均視聴人数みたいなのは多分2桁いってますからね。そう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 。僕ら今のところあれですよ。1桁。1桁の本当低い戦いを繰り広げれてますけど、もうやめる？いや、やめはせんでしょやめはせん。ちょうどだって今12時半から工場が休憩になったんでしょ。そう、休憩になってるけどさ、なんやんなもうそんなもんよ、なんやんな言ってもそんなもんよね、しゃーないっすわ。そう、はい、僕らには数字がなかったっていう、そういうことよ、そういうこと。もう裏方で俺と、裏方で俺とっていうことやと、裏方が出てくるなと、はい。まあ、まあその辺は多分社会の摂理がある、自然の摂理ですよ。せやね、はい、裏方は前に出ちゃダメなんだ、ね、そうなんよ、はい、それを調子こい出てたら、もう本当もうこれはもう全て小川さんのおかげやったってことです。そういうことですね、はい、もう僕らは小川さんの手のひらで怒ったらいかんな怒ったらいかん な、ありがたい。ミキサー怒ったらいかんな、もう怒らないようにせないかんな、あんまり。お前ですね、もうすみません言うて。そうですね、もう、やっぱりあなたが数字持ってましたよ、出てください、すみませんって。ほんまやね。今日どうしたら何食べるの？今日ですか？僕ですか？うん、今日何？僕はね、今日お好み焼き。お好み焼きをね。それ何？広島風。広島風ですね。いいじゃん。これはね、ちょっとね、でもね、ちょっと残念なことに、熱い。何？あれがもうこぼれとんすよ。何？あ、いいね。これでうわー。いいね。言ってね、今作りましたわみたいな感じで。チンしてきましたよ。100何秒かかりました。そうなん、数よった、ね、はい、いや表示が出てたんで、大体1分ぐらいかなと思ったんですけど、100上からスタートやったんで、ちょっと一周ぐるっとしようと思って。で、今日ジョームは、ね、メインは甘辛鶏、スパサラ、マヨスパサラ。これいいよ。
ででん、ヘルシーなやつ。そう、ヘルシーなやつ。でで、多分僕が見た中では初めてかな。あ、俺これ食ってるの、ここで、うん、そう食べてるのは。もじゃもじゃーなってるけど、もじゃもじゃーってね、すごいな、うん、なんか。そうそうそう。とサンドウィッチと、はい、いつもの、あ、昆布。昆布考えたでしょ、天才やって言ってた昆布や。天才昆布。僕はね、鶏五目です。鶏五目、鶏五目いいね。これもね、いいんですよ。鶏五目もいいよね。そうね、スイーツまで用意しとるよ。スイーツ今日また冷蔵庫に残っていく可能性はありますけどいつもな、買うだけ買って冷蔵庫に入れてほったらかしにしとるよ、ね、で最終的に小川さんにあげるっていう。そうやね、すいません小川さんって。いいんですかっていつ言うてくれるんやろうって待ってんねんから。チラチラ見てるんでしょ。そう、見てる見てる。前食べへんねん。そう、もう冷蔵庫の番してるからもういつも見てる。そう、 いつくれるんやろ、いつくれるんやろ思ってる。今日小川さんもじゃあ今行って早速やるよんかな。今どこ、松山大学行って言ってましたよね、うん、松田行っとんよね。そういう活動でね、広報活動もしてくれてますけども。そう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 、すごいよな、ね、ね、まあ小川さんでも人前で喋る人ですよ、ほんと。うん、ね、ああいう広報が似合ってる。そうね、なんかあれやね、昨日もあれ行っててんな。あの、そうですね、二見のなんか市民抜きのなんか、はい、実演会みたいなね、家庭でできる市民抜きの講習のお手伝いかな、昨日はね、はい、何生電話みたいになってるよ。生電話がかかってる、ね、何これ、撮ってみようかな。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。これ生放送載ってますけど大丈夫ですか。え、今 YouTube してます。はい、配信中ですね。今声載ってますよ。後でかけます。あ、後でかけますか。これ誰さんやったっけ。あのメロディーさん。メロディーさん、メロディー俺や。ジャスティスじゃない、ティラミスさん。あ、ティラミスさん。あ、ティラミスさん、どうぞ。これマイクの近くにあの持ってきてるんで、あの喋ってもらっていいですか。配信してたんですね。はい、ただいま配信中です。あ、僕見てなかったですね。かなんな、もう今からすぐ見てくださいね。じゃあまた後で。今からすぐ来てます。じゃあね、バイバイキン。はい、人が増えました、ありがとうございます。はい、これで1人増える。1人増えましたね。これ増えてなかったも分かりますか。いやいや、今一瞬3になったけど1にまた戻ったこれなんなんやろ、これみんなどうやって見てるやろ。ティラミスも持ってないな。あ、なるほどな。あ、これティラミスも数字持ってないわ。そうやな、もう男連中ダメやな。ほんまやな、やっぱ女の。あ、今2人になりました、ティラミスさんが見てくれて。 あ、違う。あ、キズタクさんから見てるよって。ほんま、ほんま。あ、キズタクさん久々ですね、なんか。うん、というかこれ昼休み広報課が久しぶりじゃない。そうだ、火水ぐらいやってなかったか。やってなかったね、火水木昨日と、うんうん、そうそうそうね、皆さんちょっとバラバラでいろいろな仕事があったので、なかなかね、なんやかんや言ってね、本当ありがたいことにお仕事いただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に助かります。本当、食べますか。食べよっか。はい、せーの、いただきます。そうやな、いや本当に花がないってこういうことなんやろな。多分そうでしょうね。しかも2人ともなんか地味な食べ物食べちゃってるっていう。そうなんよな。もうお好み焼きなんか最多のものでしょう。2食ぐらいしかないですもん、絵、うん、の色が。いやいや、俺ちょっと色目的にはあるんだろうな。綺麗ですね。そうそうそう、そうですね。まあ食べ物に色目があってもな。そうですね、まあ、あんまりお互いちょっと僕らも好き嫌いなものが多いから。そうなんよ。そうなんですよ。いただきます。ピチャピチャ散るわ。いただきます。うん、そうそう、やっぱね、この唐揚げはね、ほんとやっぱいいよ。いいっすね。うん、甘辛鶏くんが乗ってるから。今日僕はもう地味にあの、うん、ね、皆さんにはあまり関係ないかもしれないですけど、うん、今日夜ね、また会合がありまして、うん、なんか噂によるとですね、噂噂なんか何かに買ったら唐揚げもらえるみたいなね、うん、言うてもてるやん景品言うてもとるやん。あ、でこれ見てるんかな、みんな見てますかね。見てないか。あ、見てないかもしれないですね、うん、後で見てもらったらね、うん、何や、意見増えたな、はい、テロリンはクビですかってひどいこと言い張りますな、キズタクさん。本当やな、うんと、クビにしたろか。いかんねんって、クビにしたらダメ、数字が落ちるんですよ。そうなんよ、うん、俺も全然取れへんもんな。どう頑張ってもやっぱり女性の力には負けるという、うん、負けるな、うん、やっぱ声のトーンとかもあるんでしょうね。そう、やっぱ明るさか、明るい感じがね。そうやな、うん、まあ、明るさといったらもう小川てるみさんですから。そうやな、うん、とりあえずそれしかない。僕はもう何も今見てないやろな。いや、見てるかもしれんな。あ、サイバースペースさん、いつも見てます。ありがとうございます、サイバースペースさん。恥ずかしい、恥ずかしい、やめて、急に恥ずかしくなって。そうそう、サイバースペースさん、あのサイバースペースさんのあの YouTube も見てますよ。見ましたね、あの孤独の、あれ何やったっけ、あの孤独のグルメ。そう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 、あれ見てますね。あれ美味しい、よう、そう作ってたな、うん、よう作り込んでた。うんとね、うん、あれ最初のね、その街角の
なんか映像とかも良かったんで、ね、良かったですね。ちょっと入りの画像ね、一旦僕があのいつもロケとかでやりたいあの、うん、ドーポジでこうだんだんこうちっちゃくなる、うんうん、トントントンみたいな、うんうんうん、あれやりたいなと思ったんですけど、さっきやられてしまいました、ね、うん、やっちゃったね、はい、やりましたね、やっちゃったね、あれなんだっけ、ゾンビ先輩がやっちゃったね、まあ、そう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 、ちゃんとアポも取ってやってました ね, ねきちんと、うんうん、好きなんやろなっていう、あの番組が好きなんやろなっていう愛が伝わってきましたよね。そう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 、うん、大事なんですよ。そうね、なんか、うん、でまた高いやつ食うてるな。そう、なんかええ値段のやつ食べてましたよ ね。あれ何だ、和牛何ていうか、何のやつだったっけ。あれはね、孤独なじゃなくて、あれはね、あれでしょ、淡路牛かなんかの、あ、そう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 、ハンバーガーみたいなやつでしょ。そう、ハンバーガーのやつ。ありがとうございます、励みにしますな。あの人が書いてくれてるんかな、それともカメラ撮ってた方かな。あ、お二人出てたじゃないですか。二人出てたね、はい、最後あれどこやろ、井出神社やろか。あ、そうですね、なんかチャンネル登録お願いしますって言ってた。ぜひあの皆さんの、はい、サイバースペースさんで検索してもらったら、いろいろと面白い綺麗な映像もね、そうそう撮り合ってたんで、あのあれも出て、あれも何だっけ、インスタやったっけ、はい、インスタとかツイッターもやってるよね。ツイッターもやってるので、うん、ぜひぜひそちらの方もチェックしてもらえたら。そうそう、ね、松山にこんな面白い会社があるんだって、ね、そう、めっちゃいいよサイバースペースさんね。この前ね、行かせてもらったんやけど、はいはい、会社訪問ね、うん、まあ明るい。あ、いいですよね。セミナーさせてもらって、その後に会社訪問したんやけど、はい、セミナー会場とはまた違う明るさ。へえ、うん。やっぱセミナー会場はやっぱどうしても緊張するからね。私あんまこう自分がこうね、うん、もう講演する方がおって聞く方っていう構図ができるから、ね。そう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 。やっぱ会社でね、本当言ったらしっかり挨拶もしてくれるし。挨拶は基本ですから。そうそう。うん、なんかね、もう挨拶ちょっと勉強したいわって思う人はサイバースペースさんとこ行ってこんにちはって言ったら。パシッと立ち上がる。みんなのそれで、うん、あ、これやっていうのが、うん、これでサイバースペースさんにちょっとプレッシャーかけといて、本当悪い人だ。そう、今度行った時はなんかみんなパッと立つかなと思って、ね、次多分ちょっと趣向を凝らした何か挨拶が出てくるかもしれない、ね、うん、いやでも本当笑顔で迎えてくれますよ。いや、いいですね、うん、めちゃめちゃこのいい空間です。うん、でも挨拶入った時にね、うん、やっぱあのいらっしゃいませとか、うん、やっぱこんにちはとか、うん、って言ってくれるとなんかこうあのいいですよね、すごく。そうそう、やっぱりね、でやっぱ会社の業績にやっぱこれはね、うん、直結するね。あ、やっぱそうですか、うん、本当に挨拶できる会社とできない会社。あ、まあ確かに、うん、なんや誰やこいつ、誰が来たんやみたいな顔するとこもやっぱ中にはあるやないですか、うんうんうん、どことは言いませんけど、僕もどことは言いませんけどね、うん、でもね、うん、そういうとこはね業績悪いしやっぱ中ギスギスしてるわ。あ、やっぱ、ね、作業効率が悪くなってる、やっぱ風通しがあまり、そう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 、うん、今度連れてってほしいな、サイバースペースさんの撮影に。うん、撮影に連れてほしいな。あ、どんな機材で撮りようかが気になります、サイバースペースさん。うんうん、確かに、うん、あれはなんかオズモ的なものかなとかいろいろ想像しながら、うんうん、でも携帯 iPhone で撮ってんのかなとか。そう、でも今ほんと iPhone ね、まあ、iPhone だけじゃないけど、うん、スマホすごいね、もう綺麗ですよね、機能がね、うんうん、4K も普通に撮れるしね。そうなんですよ、だからね、あの変なって言い方おかしいですけど、うん、まあ、過去の、まあ、ちょっと発売から10年とかね、うん、5年経ってるやつ使うんであれば、うん、スマホ iPhone で撮った方がだいぶいいね、うん、全然 CM を作れましたね、あれで、うんうんうん、意外と加工とか、まあ、映像を取り込んだら 4K とかでもね、綺麗に映ってるというか、そんなカクカクもしてないし、うん、そうそうそう、結構滑らかに映ってるし、あれにね、ジンバルとかつけてね、そうです、そうです、やるとなお良くなるよね、うん、手ぶれがね、もう一度なくなって。まあ、やっぱ iPhone とかのカメラで優秀なのは、うん、明暗の差がはっきりしてないというか、うんうんうん、普通のカメラで言うとやっぱり、はい、コントラストというか明るいとこは明るくなるじゃないですか、うん、普通のビデオカメラって、うん、合わせるから、うん、やっぱ背景が白で飛んじゃったりとか、うん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 、でもまあ人に照準明るさ合わせてるから、うんうん、まあ、それは致し方ないっていうところもあるんですけど、うん、iPhone はそれがですね、うまいこと中で処理してくれてるんで、うん、人は明るいし背景もちゃんと映ってるっていう。ああ、なるほどね、はい、だからバランスがいいんですよ、絵として、うんうんうん、で、それが綺麗になるんです、うんうんうん、それはまあ HDR っていう技術なんですけど、うん、暗いところと明るさの均等を取ってくれるみたいな、うん、でそれで映像を見せてくれるんですけど、それじゃあその何だろう、その、まあ、カメラのプロとか、うん、はこれを言うたら手動で合わせてるって感じ。そうですね、で、あの僕らが今これ撮ってる、うん、ビデオカメラもですね、うん、あるんですよ、うん、ピクチャープロフィールっていうソニーのカメラの中にも、うん、まあ、こういうシネマティックに撮れるような描画にするとか、うん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 、いろいろ中にガンマとかいろいろあるんですけど、それを、まあ、ある程度合わせてくれてて、うん、その PP10、うん、ピクチャープロファイルの10に HDR 機能が入ってます、うん、なんで自然とか
撮った時に結構明るいところと暗いところって雰囲気がすごい出やすいんです、うん、ただ暗いところも見せたい時に明るいところ上げるともうこっちがもう明るすぎて、うん、あなるほどね、ちょっと映像としてはしんどいかな、うんうんうん、じゃあもうこっちレフ板当てて暗いところ明るくするかみたいになるんですけど、うんうんうん、その HDR 使うとその辺が均衡が取れるんでちょうどいい画面になるんですよ、うん、暗いところもちょっと上げてくれるし明るいところも抑えてくれて要はバランスがいい映像に仕上げてくれると、うんうんうん、でそれは iPhone はもう入ってるんで、なるほどな、 HDR がそうそう木津さんがさすが専門家、いやいやもう専門家ではないけどねまあ言うてもプロやからね、そこはね、そうそう、そういうのもあるので、素人ではないから、だから iPhone とかで写真とか動画撮るときにそれをやると、うん、普段以上に綺麗に撮れますんで、なるほど、そうそう、ハイディフィニッションレンジやったかな、なんかそんな名前の HDR やったと思いますね、うん、へえ、言うてな、アルサにおるにもかかわらず今ここで教えてもらうといういやでも意外と知らない人いるんで、携帯とかで知らんよ、だって今皆さんが今喋ったやつってさ、あの専門用語多すぎて何のこっちゃらわからんなってるで、みんな何だから簡単に言うと HDR っていうのは、うん、まあ、例えば写真撮るじゃないですか、うん、写真撮った時に一番暗いやつと一番明るいやつ撮ってそれガッチャンコするみたいな、同時にそれをやってるみたいな、なるほどね、はい、だから足して2で割った感じは、暗いところと明るいところで足して2で割ってちょうどでも本当すごくない、今のこの技術って、うんうんうん、顔は認識するし 目とかね、うん、全部認識するじゃん、すべ、うん、てすごいっすよね、笑顔認識だったりとかな、もう何でもあるもんな、ほんまに、だからよくあのちょうど夏なんで、うん、まあ、怖い話じゃないですけど、うんうん、スマホのそういう怖い話で有名なのが、うん、心霊スポット行って、うん、こういうのでカメラ心霊写真撮れるかなって撮るじゃないですか、うんうん、そしたら勝手に暗闇の中であの顔認証の四角がいっぱいパパパパパって、やめろやめろそれっていう怖い話があるぐらい、寒いなんて言う、だからそのぐらい優秀なんですよ、そんなこと言うけん4人になってもうたわ怖い話いいって、うん、そうそう、そんなもあるぐらいやっぱ優秀、だから iPhone は優秀です、うん、音も綺麗に拾えますしね、ああそうだね、ほんと iPhone、 そうそう、この前ねこのスタジオで iPhone で撮影したんよ、はい、で声ちょっとちっちゃいから声張ろうかみたいな話をしよって、はい、でとりあえず一応チェックして聞いてみようと、うん、めちゃめちゃ拾う iPhone、 そうなんですね、やっぱ勝手に中で上げてくれるんやろうな、うん、で雑音消してくれる、うん、へえ、消してくれるとか消えてた、すげえと思って、キズタクさんから心霊スポットってどこにありますかって、うん、これはね、あんまりね言ったあんまり言わんほうがいい、うんうん、っていうのもそこが誰の管理かもわからんし、うん、まあ、まあここでありますよ言ってそこ行ってみんながね、みんながっていうほどみんなが本当に取り付かれる、うん、いやというよりもなんか迷惑かかったらいかんから、その通り、うんうん、そういうとこじゃないですよっていう場所が勝手に噂が尻尾生えてですね、うん、要は全然違うのに、うん、そういう雰囲気だけであそこ出るらしいって伝わってあそこは究極の心霊スポットやみたいな最終的になって、うん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 、そこの人がいや違う人住んでますけどみたいなね、しゃれならないよね、でいつかはこう廃屋でああ言ったけどいやいや全然いますよみたいな、うんうん、そんなとかありますんでね、うんうん、だからね一概には言えないんですけど、うん、木坂さんまたお会いした時にこれはちょっとね、うん、お話しさせてもらえたらな、とこあるでありますよね、ある、うん、ええー、とこというかな、うん、結構、ね、でもやっぱお調子でやったらいかんやん、いかん、うんうん、そうそう、だって昔よく言うけど本当あのうちの工場長おるじゃん、うんうん、中野くんね、はカレーの人ですよね、カレー、そうそう、はい、カレーバクバク食うた工場長さ、はい、と一緒に心霊スポットに行ったんや、はい、あるところにな、うん、でまあそれ中野くんの車で行ったんやけど、はい、帰りにな、まあ、ちょっとまあまあ行ったからコンビニ寄って、うん、俺味塩かけたってんか、はい、なら 2,3 日後に壊れた車が動かへんなってんだよお前、怖っ、それもそれ怖い、でしかも俺が撃った車なんよ中野くんに、まあ、この車買いになって別に調子全然悪くも何もなかったよ、全然絶好調の状態で撃ってもうちょっとしてからちょっとまあ心霊スポットあるから行ってこいや言って行って、でもうめっちゃ怖かった、気持ち悪かったなとか言って、やっぱなんか変なもんついてきたらいかんからちょっと塩振っとこやって、まあ、コンビニ行ったら味塩しか売ってなかったんで、もう味塩でええやろって味塩振りまくったら壊れよったもんな、ほんまですか、うん、なんでなんやろと思って、それはまたあれですね、キズタクさんがキャーって言ってますけど、キャーちゃうの、うん、本当に本当やな、
うん、でも本当ありますからね、そういう心霊現象はね。あるある、だってもうなんだろう、こういうこと信じん人もおるやんか。なんていうか、その脳が勝手に作り出したそうですねとかね、幻聴、幻覚とか幻聴とか、そう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 、うん、それはね、脳がいろいろね、そうです、結局目で見えてるものも脳で一回処理されてるから、うん、まあ、ある意味レンズですよ。そうなんよね、うん、だからそれが本当に今こうやってね、こうやってこのなんだろう、スパサラみたいなのあんじゃんか、うんうん、でこれもスパサラに俺見えてるけど、うん、まあ多分皆さんも見えてると思うんですけど、ほんまはちゃうかったりする、ね、かもそうですね、なんか僕そうやったりする、うんうんうん、そういうこともあり得るわけですよ、うん、そう、僕そう食べてうまいうまい言うてん、うん、うまいになってる、僕そううまいんですよ、うん、うまいこと言うたと思っとるいや、みんなうま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 もう最悪やで、ほんま宮谷さんめっちゃ見えてそうって、うん、見えるか、うん、見えんの、はい、それはスパサラでしょって木津拓さんが来た、ちょうど時差があるな、ツッコミに、うん、スパサラなんですよ、例えばの話ですから、そう、はい、でもそういうの面白いですよね、分からんよ、でもだってそんな、だからみんなが赤やと思ってるやつは、うん、赤って決めたのは結局日本人、じゃあごめんなさい、人間やから、うん、赤とか青とかね、色を決めたのって、うん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 、じゃあその赤っていう、もうめちゃくちゃこう頭がこんがりがりそうな話になるんですけど、うん、じゃあ赤って何ですかって聞かれた時にどう説明する、そう、どう説明するっていう、どう説明しよう、うん、でトマトの赤ですって、トマトの色ですって言うけど、じゃあトマトは本当に赤色なんですかと、そうなんよってなったらもう、まあ言ったらこれ赤、まあまあ普通の一般的な認識では赤やん、うん、はい、トマトを見ても同じ色に見えるやん、はい、でも違う可能性があるってことです、でこれも赤やでって言われたら、そう、ああでも青って、うん、みんなの常識的には青じゃないですか、うん、眼科行った方がええんじゃないって言われてる、うん、けど実際は違うかもしれんし、そうなんよ、分からんやん、こんなもん変な話やで、だから色の見え方なんかは本当特にね、みんなそう、人間的には共通してる部分はあるけど、うん、その共通認識がまず間違っとったらどうするんだろうね、そうなんよ、そうなんよ、でも正解が分からんから、正解か不正解かも分からんまんまこう、うん、皆さん何気なくこう見てるという、うんうん、そう考えるとすっげーもう宇宙みたいな話になるしよ、いやそうなんよだからもうなんか話どこまで行くのっていう話になるやん、そう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 なんですよ、うん、そうなんですよ、あれは不思議ですよね、不思議やな、不思議、そういうのだから宇宙っていろいろなことあるから、うん、そういうこともありえるんじゃないかなとかって思ったりもするんですけどね、そうよ、だっていっぱい星があるじゃん、うんうん、その生命体がな、はい、一応あるのは地球ぐらいなもんやんか、うん、見えてないだけやもん、多分そうなんですよ、うんうん、それは幽霊の理論と一緒なんです、僕が、うん、小学校の時に考えた理論があるんですけど、うんうん、宮谷少年は考えた、考えました、うん、結局幽霊が見えるのって、うん、要は平行世界の一シーンなんです、うん、一シーンという気がする、うんうんうん、同じ時間軸なんだけども、うん、もしかしたら時間軸も違うかもしれんけど、うん、要はそこのチャンネルにたまたま自分が会っちゃった時に見えちゃう、うん、いやもう向こうの人から見たら、うん、幽霊側から見たら、うん、僕らの方が幽霊に見えるかもしれない、あ、そうだよね、そういう追った瞬間にね、あれ何なんか変な見えたって、何やねん、 で向こうの世界でなんか、なんか見えたわ、そうやね、向こうで、ね、あの夕方のニュースとかなってんねん、そうそうそう、うん、なんかそうや、ね、なんか怪現象がとかってなってるかもしれないじゃないですかそうそうそう、あれは多分ステップ宮谷やろうよステップ宮谷、ステップ宮谷、平行世界でもステップ宮谷でおるんですね、大すごいですね、おるやろ、はい、すごいな、おるやろ、それ歴史の本に載ってるもん、向こうの世界の何の偉人な、何したステップの何したステップやん、そうそう、でそれでだから異星人とかも、うん、だからその理論でいくと異星人とかもその辺におるかもしれないんですよ、ここにね、うん、今ここにおるんやで、ここでゴロゴロしとんねん、そうそうしてるけど、そう見えてないだけやから、そこにチャンネルがプルッと合えば、うん、もしかしたらそっちに行くかもしれない、うん、もうここ事故ここドーン、そうそうそう、痛いなお前、だから物体のそのなんていうかな、物体を構成してるもの、うん、それをこう通り抜けるそういう何かがあるんかもしれない、あるやろ、そうな、ないとは言えない、僕らは生命体って思ってるのは息してこうっていう、うん、僕らをある意味人間がベーシックで考えられてるけど、うんうんうん、いや多分全く違う、例えば、うん、生物かもしれんけど姿か形がなくて、うん、意思疎通だけができるその、うん、生命体かもしれんし、ね、見えてないけど、 そうやね、うん、そんなんとかもいっぱいあるかもしれんし、いや、そう、ね、いや、ないとは言い切れんよね、言い切れんでしょ、うん、この宇宙で人間がこうやっておるってことは、そうよ夏の夜の民放っぽいなんか専門家が幽霊研究家みたいな、言うてんねんな、そう、続きは CM の後で、そうですねこの後はあなたの近くにある
心霊スポット行ってきました。ご覧くださいっていうね。その前に。その前に CM です。CM です。そう、そんなありえるよな。いや、ほんまやで。でもそういうの考えたら、うん、ちょっとゾクッとはするけど、うん、なんかこう、まだ可能性があるというか。そう、可能性はあるよ、ほんと、うん。面白いなと思いますね。うん、どう思います皆さん、ほんと。うん。ねえ、もう考えたくもないわって、今生きることに精一杯ですわとかで言われたらどうしようもないけどね。うん、けどまあ、例えば今日西田さんがスパサラを食べてない世界もあるわけですよ。なんだって？だから平行世界ってもう行く通り何十万何十億あるじゃないですか、うんうん、それがまた分岐して分岐してやからもう果てしない数。何ちょっと待って待って、ということは俺なんかいろんな世界で生きてるってこと？そうです。ああなるほどな。たまたま今の西田さんこの今の時間軸で生きてるけど、うん、例えば今日スパサラを食べてない西田さんがおったらそっちの世界の西田さんが別の今例えばお好み焼きを食べてることがあるかもしれんし、うんうん、あ そ, うやそういう人間は選択肢によっていろいろな未来がそれぞれあるわけですよ。でそれぞれが存在するって仮定するならば、うんうん、もうすっごいことになってる。なってるよね。考えといた方がええな、これえらいネタ振ったな。はい、ゆかりんさんから、暑いので涼しくなる話いいですね。確かにね、確かにね。どの世界観でもスパサラ食うてたらおもろいやん。ほんまやな。確かにね、どの世界でもスパサラ食ってたらもうだから多分一つの案として平行世界が絶対交わる瞬間あるんですよね、どっかで、うんうん、要はこの人と例えば西田さん、別の平行世界の西田さんがおって、うんうん、メロディー西田な、メロディー西田さんがおって、うん、こっちのメロディー西田さんが、うん、今日の旅館何しようってスパサラ頼んだ、この、うんうんうん、一瞬交わる瞬間があったりする、その一日とか人生の中で、うん、その時なんか感じるかもしれないですね。その時入れ替わっとるかもしれないし、かなんだ。違う人生歩んでるとか、なんかこうちょっとえ、あんな記憶がみたいな、こう見たことない世界がある。トラウマじゃないよね、何やったっけあれ、なんていうん、あの見たことある世界、デジャブ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 ね。デジャブもだからそれを、デジャブはだから俺じゃない、もう一人の俺が体験したやつをってことなのかな、はい。で僕結構ね夢を見るんですよ、うん、これがねすごい、何大工さんになりたいとか、いやですね、パイロットになりたいよみたいな夢、全然子供の頃の全然相手にせんやん。いやひどいぐらい相手にせんやん。いや今のは聞いてました、大工さん、あ大工さんかと思って聞いてたんですけど、うん、こいつはほか夢そんな分かってるやろと。いや違う、まだ言うてんのかと。2回来ましたね、2回折り込んできました、2回言うてもスルーしたっけ。これジャッジは傷作さんやな。ジャッジ傷作さんでやっぱ終わる。ゾンビと戦ってるメロディー西田がいる世界線もあるってことですよねって。うん、そうなんやけど、今の夢の下りどうにかならんかな。ちょっと紹介不要なんやけど。夢の下りというかボケやで。もうほんまにもう全く拾わんという。うん、そう、それでね、うん、僕子供の結構な夢を見るんです。うん、でそれが子供の頃に河原にいて、うん、全然知らないおじさんにめっちゃ話しかけられて、そのおじさんとすごい仲がいいっていう。ほうん。夢を見るんですよ、うん、でそれがまあ10代とか大人になった時見るんですけど、うん、それがね、うん、要は1回きりじゃないんですよ、うん、また何年後かにその続編みたいな感じで夢を見るんです。へー、不思議でしょ。でもその人の顔めっちゃはっきり覚えてるけど、うんうん、会ったことがないんですよ。なんなんやろう。だからそれさっきの議論で言うと、前のあの、ああそう、それか、そういうこと、そういう意識がこう流れ込んで、その交わった瞬間に、前世とかじゃなくて、前世じゃないんですよ、僕なんですよ。僕やけど全然知らん格好をして、知らん場所で知らんおじさんと仲良くしてるんですよ。あ、でそれを続編を何年後かに見るときに、なんでなんやろ、わからない、なんかがきっかけで見るんでしょうけど、はって夢見てるときに、あこれ見たことあるってなるんですよ、夢を見てるのを、あこれ何やったっけみたいな、あ前あったな、続きやこれっていうね。もう重なりまくって何やねん、分からんやんこれ。あ、まあ確かそうですね。ないですか、何年後かに夢の続き見るって。あこれ前昔見たことあるって。夢の続きないな。あ本当ですか。いい夢やったらもう一回寝たろうと思うけど。あ本当ですか。うん、まあ二度と見れんけどね。あ、まあ確かに意識してはね、難しいかもしれないし。寝ても見れへんな、全然な。大島優子さんと付き合ってる世界線もあるのかなって。メロの西田置いてきぼりやし、大島優子さんと付き合ってる世界観もある。いやいや、大島優子結婚したね。してましたね、おめでたいですね。ほんと、ゆうこりんね。うちにもゆうこりんおるんだよね。あれどっかの店にゆうこりんおったな。
そうそうそう。でもそう考えたらもうわけわからんな。うん。そうなんですよ。うん。だから言いたいのは、うん、今あるこの時間を精一杯生きようぜっていう、うん、そういうことですよ。うん、結局現実見とるやん。結局そういうことです。うん。そうやな。逃げれる世界線はないよと。ないね。結局は戻ってくるから自分にも。ないね。そうやな。そうかも。そうやな。うーん。みんなのな怖い話いっぱいあるからな、そんなん。でもね、僕が高校が4月に入った時に、うん、こんな企画やりたいんですって、あードームと小川さんとかに言ったのが、うんうん、怖い話したいって言ったら、速攻で却下されましたから、やめようって。うん、いや、いやいや、ここ取り、はい、何パチって言ったから。いやいや、やめて。そう、ラップ現象とかね。いやいや、なんかこういう話だったら寄ってくるんや。そうですね。西田さんはそういうのは信じてるけど、あんまり…いや、信じてるじゃなくて、俺見たことあるんやって。あ、そっか。見たことある。もうリアルに、もう距離感、この距離感で見たんやけど、俺。マジっすか。うん。押し入れの中から3人出てきたんかよ。マジっすか。マジよ、俺もう。言わんかったっけ、俺ここで言わんかった。あの、引っ越して、まあまあ、ここちょっと安い物件あるんやわ、はい、だからここちょっと住んでもらえませんかって不動産の人に言われて、はい、あ、安いっすね、ほんなら住みますわって。で、引っ越しました。で、まあ、段ボールとかわーってなってる状態で、もう押し入れとかも開けっぱなしよね、引っ越しの途中やから。で、まあまあ疲れるやん、引っ越してるから。はい、で、こうやって寝てたら、金縛りになって、えーってなって、で、パッとなんかまあ目開け、はい、たら、押し入れから苦しそうなおじさんと、その後ろに2人のおばちゃんが、ヒューって出てきて、なんやこれーってなって。マジっすか。うん、こうで気がついたら隣の部屋で嫁はん寝と、はい、寝てなかったんや、まだ寝てなくて、はい、なんかテレビ見てたかなんかしてたんやと思うんやけど、片付けしてたかなんかしてたんやけど、今ええように言うたで、寝てた言うたら、なんかテレビ見てた言うたらぐーたらみたいに思われたりかんから、はい、あの一応なんか片付けしてたみたいに言うたんやけど、はい、ん悪くないでしょ、はい、いやいや、はい、いやいや、ほんとほんと、はい、で、わけわからん、ほんと気がついた、それでなんか何をしてそこに行ったかわからんやけど、パーって多分行ったんやろね、隣の部屋に、はい、なんで俺を一人にしたんぞって切れたらしい。あ、そうなんですね、うん、意味わからんやろ。あ、だから怖かったんでしょうね。怖いよね。そりゃ怖いよ、この距離で見るんよ、本当に。まあまあリアルな感じ。めっちゃリアル、だって顔覚えてるもん、今だに。俺だって顔、その人の顔、その人がリアルにおっとしてパッと来たとしたら、ああ、どこかでお会いしましたよねみたいな感じになるぐらいの覚え方してるよ、いや、まあまあはっきり見えたんや。めっちゃやばい、あれ、本当やばかった。怖っ。そう、どことは言わんけど、うん、たまにフォーの家の前通るときあるんやけど、誰か住んでるわそこ。まあ、ほんまですか。ね、桃香とかがな、はい、やっぱりな、こう抱っこ、言ったことない、こう抱っこしたら、あの、あ、なんだっけ、その玄関の入り口の左上をいつも見る、こっちが出口で、はいはいはい、こう出ていこうとして、こう抱っこしとるやん、はい、こう抱っこして顔こうね、あれ子供の、はい、ならこうってここの上を見て、あ、こっちか、はい、こっちや、こっち側を見て、怖い怖いっていう、何見とんこの子はと思って、もうやめてと思って。それは見えと見えてるんやろな、多分なんか見えてる。そうなんですよ、よくあるじゃないですか、子供とか小さい時って、うん、もう要は普通に見えてる。本当3歳ぐらいの時。あ、そうか、2歳とか3歳ぐらい、2歳か、2歳ぐらいよ、大体その年代の時には、うん、たまにある、うん、あるじゃないですか、子供がなんか別の方向向いて、うん、今誰々ちゃんと遊びよんよみたいな、うん、今一人やでみたいな、うん、え、どこにおるみたいな、うん、そういう話とか結構あって、やっぱ子供って普通にもう、うん、見えてしまうんです。でもそれは幽霊とは知らないから、自分も普通にこう会話とかしちゃうんです、うん、うんうんうん、そうやめてね、なんか、いやいや、なんか出たわで、なんとかちゃんまた遊ぼうねみたいな、うん、って言って、また来るよって言って、知らん間にどっか行ってる、うん、でまた次の日また同じ時間帯に何でか部屋の中にいる、うん、で普通に遊びよるけど、だんだんちょっと言うことが変わってきた、うん、なんか今度はちょっとお母さんたちに会いたいなとかね、そういう話、ね、じゃないよ、話に変わってきて、なんかで実際にお母さんとかにもこういう被害じゃないけど見えたりとか、うん、キャーってなるような現象が あるけど、子供は何々ちゃんはそのあれ別に幽霊とか知らんから、うんうん、みたいな、まあ、普通の存在だと認識しとる。急に来なくなったね何々ちゃんとか、うん、お札置いてからこうなったとか、そんな話はよくありますマジで、うん、全然ありますね。もうなんかもう冷えるな。いや、いいと思いますよっていうのをみんなでやりたかったんですよ。押し入れの中に3人おったんか。ちょっとそれはね、怖いわ。それは怖い。そう、押し入れの中じゃなくて出てきよった、押し入れから。あ、本当ですか。出てきた、シューって出てきた。
うちのおかんも言ったら、なんか金縛りにあった時に、誰、姉ちゃんだかな、うん、布団が沈んでいくのが分かったって、すっごい重くて、やけど、ズン、ズンって、誰かが、まあ、ある明らかに、もう布団が沈むんですって、こう、うん、目だけ動いて、うん、重たいと思った瞬間にこう、うん、ズンってこう、沈んでいってるっていうのを聞いて、怖い。もう中学校の時とかもあったけどな、あのピアノの上に誰かおるとかな。あ、そうなんですか。見える子には見えとるみたいよ。もう何もかな、それも、うん、ほんまなんかどうなんかよく分からんけどな。そうで、僕らあれなんですよ、小学校ぐらいの時に、うん、多分傷たくさん分かるかとも思うんですけど、うん、映画で学校の階段っていう、うん、あのテケテケとかね、うん、あのちょっとファンタジーっぽいけど学校の階段っていう怖い話が4まで出てたんですけど、ほうほうほう、その映画をね、うん、見て僕らがもうちょうどゴールデン世代でも小学校2年とか3年ぐらいの、うん、もうそれがもう夏休み見に行くみたいな、うん、で見に行ったらテケテケシールプレゼントみたいな、うん、でテケテケって知ってます？テケ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 っていう、いやめっちゃめっちゃすっげー早い、おなんかあの妖怪というか、うんうん、みたいな、どこやったかどこやらの高校名出したらまずみんなの横にパタパタがおるって言おったけどね、パタパタ、オーケーフォンテケテケと何か似たんちゃう、手だけで、手だけ、そうそ、ここから上で手だけで追いかけてくるのがおるっていう、それやそれ、うん、パタパタで、それ映画を見てたんで、うん、で僕あの大阪におった時は、うん、目の前が小学校やったんですよ、僕が通ってる、うん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 、で大体忘れ物結構多くて、要は金曜日の夜とかに、うん、あの月曜に提出せないから宿題とかは実験セットみたいなの忘れて、うんうんうん、あやばいってなって、その時はまだ緩かったんで、うん、あのお母さんが学校電話して、うん、今からちょっと子供取り行かすんですんません言って、うんうん、でも職員室も先生もらわず、用務員さんが、うん、もうあじゃあ鍵開けてくれるというか、もう鍵持って行ってこれ開けてまた閉めたらまた渡してねって、そうそうそう、昔でもそうやったな、はい、渡してねって言われて、真っ暗な廊下を行って、うん、もうあれめちゃくちゃ怖くて俺、うん、要は普段見る景色とガラッともう180度変わるんですよ、であの非常出口みたいな、うん、非常口のライトだけ、うんうん、あとなんかこう蛍光灯がうっすら1個ついてる廊下があるとか、あれもうあの時一番早く走れたんちゃうかな廊下もうめっちゃ速かったですマジで走ったらあかんですよ廊下は、やけど、うん、もうあの時はもうめっちゃシューってぐらい言うとる場合かよ、シューってもうほんまでバーって行ったけど鍵が閉まっとって、うん、あの入ってきたとこじゃないとこから出ようとしたから、うん、当然やなと思ってもう一回戻って教室見んようにしましょう、めっちゃ怖かった、あなるほどな、そう業務員のおじさんがおばさんかじゃないけど、ついてきてくれるやろな、ね、でもあの人は強いっすよね、おれんよな、学校に一人では無理や、宿直の先生とか昔おったじゃん、今もおるんかな、うん、いや知らん、泊まりでとか、いやないやろ、泊まりはないんかな、昔はでもありましたよね、平気でね、あったやない、多分何曜日と何曜日はみたいなね、うんうん、やっぱりこうやっぱね、悪い人らも来る時があるからね、うんうんうん、なんかあった時にでも逆に危ない、おったら、ああそうやな、なんかな、うん、なんかそうやな、そう命より大事なもんないですからね、確かにね、なんかあってっていうのもあれやし、そうなんすよ、怖かったな、あれは怖い、ケイン、なんだこれ、お化けに囲まれてますよと植物に囲まれてますよ、かけてんのかな、でこれで入ったら怖いですよね、宮谷さんの後ろなんか映ってます、いや、オーケー、その手で来るんかなと思ったら違うとったけどな、植物に囲まれてましたって、うん、普通に来たから、どんなにするんやろうと思ってそんなこんなでもう12時20分でこの後、あのメロディー西田さんは出らんといかんから、そうなんですよ、今日ちょっと収録があるんで、はいはい、ちょっとまたね、そちらもまあ、あの放送日が分かったらまたこちらでね、あのお知らせさせてもらえたらなと思いますので、そうですね、ぜひぜひ、今日もね、たくさんの方が、最終的にはもう12、3人の方が、ね、あ見ていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あのミキサー小川がおらんでも何とかやりました、本当、はい、そうですね、もうでも毎回この話でしょうね、多分これでやっぱ怖い話と、食いついてきてくれたから、うん、本当やだ仕入れてこよう、あ怖い話、はい、いろいろと、もうしまいに作ってんじゃんでもあれでもよくある怖い話、そうやって話題集めにわざとあの作った話するじゃないですか、うんうんうん、それがでも現実に起きるっていう怖い話もあるんですよ、嫌 やなそれあれでしょ、うん、その要はだって怖がらせたろ思って作ってるやつが現実に起こるんです、最悪やん、あとで気づくんですよ、あれこれ俺がこの前作った話とまんまやみたいな、うんっていう交差する瞬間やな、瞬間です、そうです、怖いわ、はい、同時視聴15人が最大でした、ああ見てくれてたんですね、うん、いちいち傷たくさんがこう言ってくれてるけど、昼休み心霊か、いやかましいわ木曜深夜のドラマみたいな、うん、木曜深夜のドラマでやってそうな感じの、お前な、うん、あの金曜日の広報課は心霊にしようかそうですね、でもあの曜日ごとにネタがあれしてもいいね、あ面白いですね、決めとったらいいかもしれない、はい、あのあれですよ、
ごきげんようみたいなね、うんうんうん、まあ、あれが1日ずつ、うん、サイコロが1日ずつみたいな、ね、確かにそれはいいかもしれないですね、うん、はい、もうサイコロ転がしてやる？やります？テーマ、うん、これって、うん、1人まあ5分ぐらいでね。そうだよね。なんかくれるんですか？うん、まああげれるんやったらやっぱり、うん、そうそう、車も壊れる味塩。味塩これごめん、味塩ってどこで味の素さんやったっけ？いやー、こんなどこやったかな、味塩さん、味塩さん言うことないけど、まあ、味塩さんか、味塩って書いてるわな、うん、まあこれも家庭でも一番よく多分使われるやつやと思いますけど、あの食卓塩というかね、そうそう、うん、これかこれを車にかけると壊れます。それはまた不思議ですけどね、まあ、だって、まあ、かける人おらんけどね。した何電話かかってきたまあ電話かかってくるの普通やけど、そういうやつよな。あ、びっくりした、こういうね、うん、これ多分あれちょっと明るいんよこれ。あ、じゃあ今度やりましょう、夜やろ。そうやねんか、これちょっと間違えたなって思うのは、こんな話するんやったら、あ、ここ全部消えますね、こうじゃないなこうやな、うん、そうですね、これだわ。これであとはゲスト稲川淳二さん呼べばいいだけの話やな、これやってるやんやってるやん、なんか面白いことやってるやん。これはですね、何自分だけ面白しよう嫌だな嫌だなと思いながら右を見てみるとねってなんかええな、それ俺もやるわそれ、ちょっと待って見えてるか、怖っめっちゃそれ怖いやん、やろ怖いやろ、めっちゃ怖いっすね。これが昼休み、何やったっけ、昼休み心霊か、昼休み心霊かよね。まあ、このスタイルでちょっとやろうかなちょっと懐中電灯買う？そうですね、うん、これいいかもしれない、涼しい感じがする、涼しい感じっていうかもう不気味やわこれ、不気味っすね。もうこれあれか、もうろうそく立てるかね、もうほんとな、これ視聴者がな減るんはまだええわ、はい、登録者数が減る可能性ないこれ大丈夫これなんか変なんがおると、変な話してる、減らしたら怖いでっつって、これは大学生になる A さんから聞いた話です。ありがちなやつやなよしよし、じゃあそれで、その日はアルバイトが終わるのが12時過ぎ、うん、いつもより遅い帰宅になったそうですこれ見て、ほんまに減ってるやん、まあ、はい、ということでね、はい、昼休み心霊化、うん、そうですね、はい、もうこのくらい中ちょっと終わりにしますかね。そうですね、はい、はい、ということで今日もね、いろいろと楽しんでいただけましたでしょうか、はい、なんかこんな話してほしいとか、皆さんよかったらメッセージとかいただけたら、僕事故の心霊体験であの世行きました、まあ、それはまだ今度の話にしましょうか。ちょっとお前リアルやないか、リアルな話がティラミスさんが来ましたんで、ね、そうやな、ぜひそういう話をね、うん、僕これ持ってるよみたいな話があれば、そうそう、あ、そういうの欲しいかもね、はい、なんか僕らもゾッとしたいというかね、うん、まあ、ゾッとすることっていろいろあるんですけど、心霊のなんかこう怖い話ね、まあそうやな、なんかそういう思い、まあそういうなんか夏の涼を楽しむという、まあ、よう言わへん、今せっかく締めようとしてやりよるけど、ちょっとごめんやで、全然生きとる人間が一番怖いねということでございました。ででん、せやほんまにそうですね、ドロ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 、おーろろろろろろろ、わからないです、なんか効果音間違えた、間違えましたね、なんでした今のドロロ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 ロ、何それ。ということで、はい、今日の昼休み広報課7月30日、はい、もうね7月も終わりですので、本当だ、あとは熱中症とかに気をつけて、水分補給はこまめにとっていただけたらなと思います、はい、で8月もまた元気にね、うん、出てきますので、ぜひぜひ、来週も8月ですもんね、来週も8月ね、8月ですからね、うん、もう早くも8月、そう、はい、次はエブリマンデーです、はい、ということで、はい、月曜日、はい、朝9時からやってますので、はい、ぜひそちらの方もお楽しみください、はい、ということで7月30日金曜日、はい、石栗の昼休み広報課以上となります、はい、それではまた来週、本日はエスパー宮谷とエスパー宮谷と違います、メロディアス西田がお送りしました、はい、どうもありがとうございます、やべー、あーね、エスパー宮谷ええな気に入ってるやん